はい、こんにちは。まあ、指数の連立方程式なんですが、この手の問題、まあ、これ数字、私が考えた問題なんですけど、この手の問題って、答えが汚いのは、まあ、なんじゃないですか。で、かといって、答え、すごく綺麗にすると、一目で答えが分かっちゃうんですね。例えば、こんなような問題だったら、もう一目、こんな2、1じゃん。分かっちゃう。でも一目でなるべく分かんないようにして答え切れっていうのはまあなかなか作りづらくて、これも一目でまあ答え分かっちゃう人は分かっちゃうんですよね。まあただ、x たす y が4だからといって、04だ、13だ、22だっていうのは、入れて計算してダメなのでもいいですし、一目明らかにダメなのは、これ右辺270っていうのは、3の3乗かけ2かけ5ですよね。で、9って、まあ、特に、だから、4乗とかして、で、片っぽ3の倍数じゃなければもちろんダメだし、9の3乗と9の1乗だと、27の倍数にならないですよ。27の倍数じゃない9の倍数と、27の倍数、足したら27の倍数にならないんで。で、両方入れちゃったら今度は81の倍数じゃないですからね。9の、2乗、9の2乗。まあ、実際にやってみればすぐわかりますけど、9の2乗と9の2乗じゃ、81の倍数になってないから、こういう整数ダメか。まあ、だとしたらもう、それは、3の何とか乗になることは、9っていうのは、3の2乗の、じゃあ2分の何とか乗と、3の2乗の2分の何とか乗同士、となれば、まあ、答え、大体すぐわかっちゃうんですけど、まあ、でも一応ちゃんと普通に方程式作って解きましょうと。ということで、9の x 乗足す9の4引く x 乗が270で、まあ9の x 乗を t とでも置けば、t 足す、これは9の4乗かける9のマイナス x 乗なんで、これ t 分の1だから、9の4乗かける t 分の1が270なんで、まあ普通の二次方程式ができると。両辺 t かけて t の2乗マイナス 270t 足す9の4乗は3の8乗ですよね。で、これまあ因数分解できると言ったときに、まあさっきの倍数の関係をちょっと頭に思い浮かべれば、3の8乗を振り分けるときに、3のべき乗を3のべき乗に振り分けて足して270、27の倍数になるってことは片っぽに最低3個は入ってないけどですね。3個ときたら5個。か、まあ、4個4個に分けちゃうと今度は81の倍数じゃないんで、もうこれしかないと。ということで、まあ実際に27足す240だな。で、まあちゃんとなってると。ということで、引く3の3乗と引く3の5乗と。が0と。いうことなんで、9の x 乗、すなわち3の 2x 乗が3の3乗か3の5乗なんで、x は2分の3と2分の5で、これはまあ要するに、こっちが x だったらこっちが y。こっちが x だったらこっちが y っていう、まあ2分の3、2分の5という組み合わせが答えとなりますと。以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾。すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。